Hey guys, Future 100 here, and welcome to my completionist playthrough of Atelier Ryza 2 on Legendary Difficulty. This is the first episode, which means we've got about an hour's worth of just cutscenes and talking and all of that stuff that we're about to experience. So please be a bit patient with me and just smash the like button and share this video with people, as this playthrough will be pretty much breaking the game from the get-go. We're just gonna make our characters very strong, very powerful, and I will also be showing you guys tips and tricks of fighting every single type of monster in here, as well as what every single zone will have in terms of materials. Earliest you can level up an item, the most damage you can do at a point, the best team composition, as well as how to do every single quest. This is going to be a pretty big undertaking, but I'm pretty sure I can handle it. I've done the first game on Legendary, and this one is not going to be any different. It's all possible, especially a new game. If you see now, I'm level 5, so this is not a new game plus, and this is going to be a lot of fun. So I hope you guys enjoy it, and on to all the cutscenes.空間島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこで暮らしていたなんてことない私はひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような、誰も知らない私たちだけの大冒険を。今でもあの大冒険を知る人はほとんどいない。始まりも終わりも何も知ることなく、みんな毎日変わらず暮らしている。私は今でも時々思い出す、あの時の仲間たちと過ごした日々。そして眩しいくらいに輝いていたあの奇跡のように貴重で得難いひと夏の日々のことを。あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に、新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。ついに大陸に、話でしか知らなかった大陸に着いた。海を越えて、島とはなんか空気が違うな。同じ海の近くなのに、やっぱり湖とちゃんとした海とではいろいろ違うんだろうな。誘われたとはいえ勢いに任せてきちゃって大丈夫かな。モリッツさんからの依頼も何か手がかりが見つかればいいんだけど。行き詰まってるなぁ。もう少し錬金術の知識とか技術があればなぁ。みんなの前で大見え切って約束したこともそう簡単にはできそうにないし。どうしたんですか、モリツさん。私、何かやらかしたっけ？いや、今日はそういう話ではない。実は他でもない。お前に調べてもらいたいものがあるのだ。これは？うん、それは我がブルネン家に代々伝えられている数ある宝の一つでな。ブルネン家の先祖がいずこからか見つけ持ち帰ったものだと伝えられている。へえ、綺麗ですね。そうだろう。私もこれはさぞや貴重で価値のある一品に違いないと睨んでいるのだが、あいにく正体がわからんのだ。同じものを見聞きした者もおらん。ただその見た目だ。私は何かの宝石ではないかと考えていてな。個人的に虹の宝玉と呼称している。なるほど、確かにそれっぽいですね。それでどうしてこれを？それがな、ここ最近の話だが、その石が光るようになったのだ。つやつやしてるから？いや、そうではない。まるで明かりのようにぼんやりと光を放つのだ。しかもここ数日に至ってはその光がやけに強くなってきたように感じる。ただの宝石であったうちは良かったのだがな。こういう得体の知れぬものはお前が一番詳しいだろう。調べてきてくれ。そんな急に言われても。お前の得意な錬金術とかいう技を使えばすぐにわかるのではないか？いや、錬金術ってそういうものじゃないから。とにかく頼んだぞ。ああ、それからその虹の宝玉の扱いは丁重にな。気になるには気になるんだよね。決めた。やっぱり行こう。行くしかない。タオたちがいるオート・アスラーム・バートに。島より栄えてはいるけど、思ってたほど大きい町じゃないかな。オートって言っても案外大したことないのかも。なんだ、オートに行くのか？うん、ここから西の方だよね。まだ結構かかる？そうでもない。それに外から来た人向けに馬車の定期便もあったな。馬車定期便？すごい、そんなのあるんだ。あ、いやすまない、正確にはあっただな。え？あんたも間が悪いな。少し前に魔物の襲撃があったよ。今は運休しているそうだ。歩いていくしかないか。おい本気か。魔物の襲撃があったって言ったろ。絶対に出るとは言えねえが、女の子の一人旅は心配だな。ありがとう。でもちょっとでも早く行きたいからなんとかなるよ、多分。そうか。まあそういうなら気をつけていけよ。この道を通っていけば王都に着くってわけね。早速出たわね。久しぶりの戦い、しかも私一人だけ。でもなんとかなる。待ちな。え、あなた誰？助太刀するぞ、お嬢ちゃん。みんな気をつけて。楽勝。さあ早く進もう。大丈夫だったか？うん、大丈夫。ありがとう。それにしてもまさか魔物相手にひるまねえとは。お嬢ちゃん、この辺りの人間じゃねえな。どこから来たの？空間島だよ。さっき船で到着したばかりなの。剣と悪いが聞いたことねえな。小さな島だからね。オートにいる友達に会いに来たんだ。そうか。オートならこの道をまっすぐ進めばすぐに見えてくるぜ。そんなに遠くないがせいぜい気をつけてくれよ。それじゃな、王女ちゃん。人だったな。オートってああいう人がたくさんいるのかな。それにしてもいきなり魔物が出るなんて前途多難だな。ちゃんとたどり着けるのかな。まあなんとかなるか。よし、改めて行くぞ。こんなところがあったんだ。すごい、こんなところがあったんだ。高くそびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた。叶いそう「止まっている」全に舐めてたな。やっぱり王都っていうだけのことはあったわ。広さだけなら空間島だってそれなりだと思うけど、あっちは畑しかないしな。あ、何よここ。目がチカチカするよ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー、え、今誰か呼んだ？あれって、え、ボース？嘘、ボースだよね。よかった、助かった。知ってる人に会えた。どうしようかと思ったよ。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ？まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。でもよかった、あんまり変わってないみたいで。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。年相応に少しは落ち着いたらどうなんだ。あはは、憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ところでボースのお友達？何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？ひょっとしてタオなの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いやだって、ずいぶん背が伸びたね。それに声も全然違うじゃん。なんだか男の子って感じになってる。こいつこっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。もう俺とほとんど変わらん。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からなかったよ。ひどいなあ、もう。逆にライザは一目で分かったけどね。ああ、特におのぼり特有の動きをしてたからな。都会っぽくないからよく目立つ。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのおかげでこうして割と簡単に会えたんだから。うん、まあね。危うく迷子になりそうだったけど、いきなり心が折れかけたよ。いやー、それにしてもここがオートなんだね。大きすぎて上ばかり見てたよ。高い建物が多いからな。見慣れればそんなこともなくなる。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに街を案内するよ。どうかな。そうだな。今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多く出ている。うん、さっきからずっと気になってたんだ。ちょっと露店見てきていい？後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるからな。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区は大体ここから行けるようになってるよ。そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここが一番賑やかな場所かな。他の地区も軽く巡ってみるか。迷子になられても困るからな。またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いておくことにするよ。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみようか。これ使えそう。この辺りはこんな感じで農業区だね。見慣れた感じだろ。うん、他が都会なのにここに来たら急に島に戻ったような気分になったよ。なんというかほっとするような。まあ僕らからしたらこの辺りが一番慣れ親しんだ感じがする景色かもね。全然人がいないね。町の方はいっぱいいたのに。あまりなり手がいないんだとよ。都会に住んでてわざわざ土にまみれたくないんだろう。食べ物だったら周辺の町からいくらでもやってくるから困らないしね。僕らの村の空間フルーツも売られてるのを見たよ。あまり数は多くないけどさ。そうなんだ。農作業したくないって理由も場所によっていろいろなんだな。お前のはただ単にめんどくさいってだけで理由にはなってないからな。まあそんなわけでこの辺りはこんな感じかな。砂は簡単に取れるからありがたいな。よいしょ。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。このままでも十分使えるんだけど、それじゃ錬金術師の名折れよね。綺麗な花だけどごめんね、素材に使わせてもらうよ。てやてや、水って重いんだよね。てや食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なーし。ここはいろんな職人の店が集まってる地域さ。工場とか火事場みたいなところが多いかな。もともと王都は国中から金属を集めて加工なんかをするのが主な産業なんだそうだ。面白そうなものがいっぱいありそう。あ、でもこんなに似たようなお店ばかりでやっていけるのかな。僕も最初はそう思ったんだけどね。やっぱり同じような仕事をしてる人たちが集まった方がいろいろ効率がいいんだろうね。多少は商売敵になるかもしれないけど、それよりも協力した方がいいってことじゃない？俺たちの村と一緒だ。港に行けば店がいくつもあっただろう。言われてみれば確かに。まあ、金属製品で困ったことがあったときはここに来れば解決すると思うよ。じゃあこの後は学園区に行ってみようか。学園区？僕らが通ってる学園がある区域さ。普段は僕らもそこにいることが多いかな。学生相手の店なんかが多くてな、割と賑わってる場所ではある。階段を上がって西にあるあの塔の先が学園区だよ。おいタオ、あの店に行かねえか？うん、そうだね。僕らについてきてよ。二人ともなんだかすっかり仲良くなっちゃって。今のって何やってんだ？早く来いよ。ちょっと迷子にならないでよ。あ、うん、ごめん。すごい、こんなところがあったんだ。ごい、こんなところがあったんだ。すごい、こんなところがあったんだ。素材の状態だとそこまで危険じゃないのに、ちょっと。全部学園なの？まさか。ただ大抵は学園に関係してたりするね。学生が住んでる家だったり、学生相手の店だったり。学園があるから成り立っている地域ではある。はあ、何から何まで規模がでかいな。島じゃ学び屋一つだけだったし。あそこだ。あれがいつも俺たちが行ってる店だ。座っていろいろ話そうぜ。すごい、こんなところがあったんだ。それにしても二人ともすっかりこっちの人みたいで驚いたよ。そうか？俺は何も変わったつもりはないがな。タオも俺から見たら見た目以外は何も変わってないな。ライザだってこっちにいたら同じように思われるかもね。私はタオからこの手紙もらわなかったらここに来てなかったかも。何が書いてあるんだ？うん、こっちに錬金術と関係ある遺跡があるかもって内容なんだけどさ。ライザが島で錬金術がうまくいかずに難航してるみたいなことを手紙に書いてきたから、気になって一層ライザもこっちに来てみればって。遺跡だと？俺はこっちに来てからそんな話聞いたことないぞ。本当にあるのか？僕も一つ手で聞いたから最初は眉唾だと思ったけどさ、調べてみたらここの近くに古い遺跡があるようなんだ。そういう伝承がたくさん残っていてね。伝承？思い出したよ。僕らの村にも伝承はあっただろう。わらべ歌だったけど。あ、南に下る旅人は決して街道を外れるな。西は悪魔の野が迫り、東の城には竜が住むだね。伝承っていうのは過去に実際に起こったことなんじゃないかって研究してる人もいてね。僕もそれには賛同してる。わらべ歌に出てくる名前も実際に存在する場所だっただろう。立派な伝承だったんだ。そういえばアンペルさんが言ってたっけ。こんなに遺跡があるのに伝承が少ないのはおかしいって。だろ？実はこの王都周辺には神話とか寓話みたいなものが結構残ってるんだ。五風の先に鳥であり、闇を覆う帳なり、人の血をこす大まじないは無より作りし宝なり、不行来たるその日まで砦はただ眠り続けるものなり。どういう意味だ？僕にもさっぱりだけど、この歌が作られた時代には何か建造物があったのは間違いないね。それが今も残ってたら遺跡になってるんじゃないかなって思うんだ。人の血を貸す大まじない、それって錬金術のことかもしれないと思ったからライザを呼んだんだよ。改めて聞くんだけど、ライザ、僕と一緒に遺跡を調査してみない？僕は遺跡の調査には興味があるし、ライザも錬金術の取っかかりができると思うんだけど、どう？うん、うん、いいね。私もちょっと興味が出てきたよ。もうずっと冒険とかしてなくてさ。じゃあ決まりだね、行ってみよう。ただ行くにはちょっと時間がかかりそうかな。今まで存在を知られずにいたってことは人目につかないような場所だと思うし、準備が必要だ。私もまだここに来たばかりだしね。うん、準備をするにしてもまずは住むところがいるなあ。でもタオやボースの家ってわけにもいかないし。俺だってお前に押しかけられても困るぞ。そう言うと思ってたよ。ちょっと待ってて。その子は？はじめまして、パトリツィア・アーベルハイムです。パティと呼んでもらえれば結構です。あ、私はライザにした後、ライザって呼んでね。パティは僕が家庭教師をしてる生徒でね、この辺りを仕切ってる家の娘さんなんだ。そうだったんだ。まさかタオがこんな可愛い子連れてくるとは思わなかったからびっくりした。ライザの中で僕はどんなイメージになってるのさ？ほら、いつもほんとにらめっこしてたからさ。それは否定しないけどね。で、ライザの住む場所なんだけど、タオさんから事前に話は聞いてます。部屋を一つ用意しております。タオ、一体どういうこと？オートに来たばかりなのにいきなり部屋を探すなんて無茶な話だからさ。一応長居することもできるような部屋をパティに探してもらったんだ。ただ内装が少々古いですけど、空いているのがそこくらいしかなくて。あ、どんな部屋なんだろう。早く見てみたいな。案内します。中央区にあるので場所はいいんですけどね。こちらです。ついてきてください。この建物ですね。この中の一室になります。敵な部屋。けど私今そんなに手持ちないよ。家賃のことなら安心して。パティが少しの間ならってタダにしてくれたから。うん、助かるよ。パティありがとう。訳ありの部屋なので少しくらいなら問題ありません。ご覧の通り内装とかちょっと古くて、そのせいで借りる人があまりいないんだとか。私は早く修繕すればいいのにって思うんですけど、時間がないとかでずっとこのままなんですよね。ううん、私にとっては全然十分すぎるほどだよ。あれってなんで大鍋があるの？学園の調理場にあった古い大鍋だよ。僕がもらってきて運んでおいたんだ。さすがタオ、よくわかってるね。だってライザには絶対に必要なものだろ。仕事道具なんだからさ。こんな大きな鍋何に使うんですか？それはね、錬金術に使うんだよ。私錬金術師なんだ。ライザ、これは一度やってみせた方が早いかもね。俺も見てみたいもんだ。お前らから錬金術の話こそ聞いてるが、実際に見たことはないからな。ライザ、早速この釜で何か調合してみせてよ。うん、いいよ。あと言いたいところだけど、調合しようにも肝心の材料がないんだよね。まさかいきなり調合するとは思ってなかったからさ。ああ、そうか。それなら材料を取りに行けばいいんじゃない？それはいいんだけど、ここって材料を取れそうなところなんてあるの？めちゃくちゃ都会じゃん。街中はね、街の外に出てしまえば空間島の周辺とさほど変わらないところも多いよ。確かにここに来るまでにも材料になりそうなものはあったな。じゃあ街道に行って採取してみようかな。それなら僕もついていくよ。街道なら迷うような場所はないけど、念のためにね。ありがとう。ボスは？行きたくないとまでは言わないが、俺も暇じゃないんでな。悪いがやめておく。お前らが戻ってくる頃にまた来るさ。タオさんが行くなら私も行くわ。あ、いや、魔物と遭遇する可能性もあるからパティは待ってて。でももし君が怪我でもしたら、僕にパティの家庭教師を任せてくれたボルカーさんにも顔向けできなくなるよ。じゃあ早速外に行こう。